こんばんは。青森をもっと楽しく元気に、ラバ青森プロジェクト隊長ごっちゃんこと後藤誠庵です。さあ、卒業そして入学の、ね、新たな季節ですね。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。改めましてこんばんは。 NPO 法人ラバ青森プロジェクト隊長ごっちゃんこと後藤誠庵です。つながることで何かが動き出すというキャッチフレーズのもと、青森をもっと楽しく元気に、物心ともに豊かな青森県を実現するために活動している NPO 法人です。まあ、ゆるく楽しくつながるというね、そんなことを大切にしながらね、仲間たちとどんどんつながっていろんな活動をしております。まあ、この番組でもまあ、そんなラバ青森プロジェクトの仲間に登場してもらったり、いろんな活動の内容なんかをね、ご報告したりしております。もう3月もね、終わりですね。もう雪解けが今年は早かったのかな。東京はもうね、桜がだいぶ咲いておりまして、もう満開に近くなっているところも多いんですけれども、あっという間ですね。人事異動も発表になったりね、それからこれから新入学という方もいらっしゃると思います。いろいろこう変化の時期ですよね。私自身は4月の2日が誕生日なもので、やっぱりもう4月を迎えるにあたってはやっぱりこう次の1年みたいなものすごくね、意識するので、今いろいろこうこれからの1年とか、ね、3年先、5年先なんかをこうイメージしながら目標を決めたり計画立てたりしてる時期なんですけれども、ラジオを聞きのあなたはいかがでしょうか。ラバ青森プロジェクトの方はと言いますと、まあ、昨年このね、コロナの影響でリアルで開催ができなくなったドリームプランプレゼンテーションという、まあ、起業家プレゼン大会で、まあ、オンラインを使ってね、お互いこう起業家さんたち、まあ私たちも含めて、お互い支援するということをずっと続けてきましたけれども、今年は今プレゼンターエントリー募集中でございます。で、まあ、実行委員ね、運営に関わってみたいね、そういう夢を語るってどういうことなのとか、人を応援するってどういうことなのみたいなことをね、関わりたいという実行委員の方たちも含めエントリーを募集中なんですけれども、皆さん伝達力ってどうですか？で、私はもともとアナウンサーをしていて、で、まあ今現在もフリーでアナウンサーをしていて、まあ人前で話すという仕事をもうね、かれこれ四半世紀ぐらいやっているので、人前でどうやったら上手に話せるんですか？みたいな質問はよくいただくわけなんですけど、人前で話すのが苦手とかね、話すことが苦手っていうふうに思っている人は本当に多くて、で、まあ、私が得意かと言われると別に得意でやってるっていう感じでもないんですが、もちろんね、緊張するときはすごく緊張しますしね。だからなんか今心理学なんかも学んで、それをこう、客観的に論理的にこう分析することもできるようになって、あ、どんなメカニズムでね、人は緊張するのかとか、どんな風にしたらもっと伝わるのかとか、もっと自分らしく話せるのかっていうのは、アナウンサーの経験だけではなくて、そこから先いろいろこう学びを通してというのと、あとラブ青森プロジェクトでそのドリームプランプレゼンテーションの起業家さんのプレゼンをね、ずっとサポートしてきたこの10年間の経験というものがあって、あと私自身もこのラブ青森の活動を始めて、まあ、自らがまあ、いわゆるプロジェクト、まあ、リーダーとしてね。で、こう、みんなと一緒にこう作り上げていくときに、それは、ニュースを読んだり、ね、ナレーションを読んだりするアナウンサーのお仕事とは全然違う伝達力を必要とするっていうことが分かったわけですよ。アナウンサーの仕事って、特に自分の思いを語るとかビジョンを語るってことは、まあ、まずないんですよね。ラジオだと、まあ、たまにパーソナリティとしてね、来た、メッセージに対して自分の見解述べるってことはありますけど、でも、こう、ビジョンを語るとかっていうことはなくて、
なので、まあ、同じ人前で話すっていう伝達力を身につけると言った時にもね、綺麗に朗読ができるようになりたいのかとかね、ニュースを読めるようになりたいのかって、言う場合は、もちろんアナウンサーのスキルってことになるんですけど、でも、多くの場合は、やはり例えば、経営者の方とかね、あと、それぞれ皆さん専門の領域を持っていて、で、そういう、自分の専門領域で伝えたいこと、例えば、お料理教室の先生だったら、このね、美味しくて、体にいいお料理の方法を伝えたいとか、あるわけじゃないですか。で、農業の方だってそうだと思うんですよね。で、いわゆるそれを、こう、第三者に伝達する時の伝達力っていう風になると、それは、例えばテレビに出るとかでもないし、例えば、セミナーの講師として、こう、壇上に立つとかではなく、ね、自分以外の方たちに伝えていくっていう、これ全部伝達力ですよね。つまり、コミュニケーションそのもの、普通の日常のコミュニケーション、会話も含めて、これ伝達力っていうことになるので、私たち話すという手段を使ってね、コミュニケーションを取っていて、意思疎通を図っていて、で、まあ、一人でできないことをいろんな方たちと成し遂げていくってことも、まあ、そのコミュニケーションによって成り立っていると思うんですよね。で、話すということは、まあ、もちろん障害がある方は別として、普通にこうできる私たちの、行動、手段なんですけど、でも、考えてみると、よりよく話す方法だったりとか、よりよく伝達する方法って、学校では教えてくれなかったんですよね。で、私も、放送部とかにずっと所属していたので、発声練習とか滑舌練習とかやってましたし、アナウンサーになった後も、まあ、そういう練習を、していたので、トレーニングをね、されていたので、まあ、それは、筋トレと一緒で、一朝一夕には身につかないけれども、正しいトレーニング方法が分かって、それをコツコツやっていくと身につく、という類のものなんですよね。だから、声が出ないとか、滑舌が良くないとか、それって、その人が生まれ持ってそうなんだ、とかではなく、単純にトレーニング方法を知らずに、しかもそれをトレーニング今までしたことがないだけっていうね、まあそういうことなんですよね。なので今私はそういう多くのビジネスパーソンの方々で、もっと上手に話せるようになりたいとか、なんか苦手意識をね、払拭して楽しく話せるようになりたいという方の、トレーニングなんかもさせていただいてるし、まあ、セミナーをやりたいという方がね、じゃあどんな風に場を作ったらいいのかとか、どんな風に構成をね、したらいいのかとか、プレゼンも含め、まあ、そんなサポートを、まあ、するようにもなったんですけど、でもそれは、どうしてそういうことができるように私自身もなったかっていうと、アナウンサーの経験だけではなくて、やっぱりこのラブ青森プロジェクトの中で、主にこのドリームプランプレゼンテーションという、まあ、イベント、青森の人たちが夢を語って実現する社会になったら素敵だなと思って、まあそういうイベントやりたいなって思ったことがきっかけで、じゃあ自分もその先にね、じゃあ自分もちゃんとチャレンジしようと、ラブ青森プロジェクトとして、どんなことを目指したいのことをこう描いて、しっかり語れるようにならなきゃいけないなっていう、そんな風に思って、に至ったところから自分自身もプレゼンターとしてチャレンジして、まあ、世界大会と言われるね、本家本元の大会に出るというのが2011年だったんですけど、やっぱりそこで自分自身がどういうふうにこう思いを描いて明確にして言語化して、それを10分という限られた時間の中で多くの方々に共感してもらえるか、理解してもらえるかっていうね、そういうところにこう、真剣にもう向き合ったわけですね。で、それは本当に簡単なことではないっていうことも、私経験しましたし、まあその経験ももとに、多くのプレゼンターたちをね、この10年間支援もしてきました。だから本当に真剣勝負で、プレゼンターは自分と向き合う。でも一人だと、くじけそうになることも、まあ、より良いね、支援者がいることで、乗り越えられたり、自分一人では気づけないことも、こう自分の中にある、こう宝物に気づけたりっていうね。で、言語化するプロセスもそうですよね。どういうストーリーにするのかとか、どんな映像を使うとより伝わるのか、みたいなことも含めて、一緒にこう作り上げていくっていうね。まさに相互支援。
お互いにお互いを支え合って強みを生かし合うからこそできるというね。まあ、そんな、社会が作りたいなと思ってずっとやってきました。で、おかげさまでドリームプランプレゼンテーション今年で、10回大会を迎えます。2011年からスタートしてきてですね、これまで70名以上の青森の人たちが自分のビジョンを描き、ね、そして、それを、まあ、具現化するための事業プランというものを、まあ、考え、実行する決意をして、そして何百人の前で語るというね、そんな大会です。今現在、まあ、そんなね、自分はプレゼンターにはちょっとっていう方でもね、じゃあ、感動と共感を集める、その伝達力って何なのって今お話ししたような、どうやったらもっと人に伝えられるのって、伝わったらすごくもっとハッピーなんですよね。影響力も発揮できるし、自分がやりたいことを応援してもらえたりもするし、何より自分の中から湧き出てくる、こう、パワーっていうものも違ってくるし。だからこれは、プレゼンターになるとか、起業するとかしないとか、そういうこと関係なく、本当に全ての人に身につけてもらえたらいいことなんじゃないかなって本当思ってるんですね。そんなわけで、感動と共感のプレゼンテーション講座という形でですね、ワンコイン500円で、学べる講座をご用意しております。で、ドリームプランプレゼンテーションって検索していただくと、ホームページにその体験会の、日程が出てきます。で、3月27日、今日もね、本当にね、さっきまで行われてたんですけど、25日。で、3月27日、28日とか4月1日、4月4日、9日、11日、18日というふうに、まだたくさん、仲間たちでですね、この講座を開催する予定があります。感動と共感、伝達力を上げるってどういうことなの？夢を描くってどういうことなの？そんな思いを語るってどういうことなの？応援するってどういうことなの？そんないろんなエッセンスを体験したい、いただける。と思います。オンラインとリアル参加と、両方 OK です。ぜひ、ドリームプランプレゼンテーション青森、感動と共感のプレゼン講座、体験講座、ぜひ検索していただければと思います。今年も多くの、夢を語ったり、お互いの夢を応援したり、できる仲間と出会えることを楽しみにしております。ラブ青森プロジェクト。さて、後半はゲストトークです。今日ですね、津軽海峡マグロ女子会、通称マグジョのメンバーでもあり、先日私たちが開催しましたオンライン青森冬景色では、マグジョとしてはもちろん、MC としてもね、大活躍してお手伝いしてくださいましたみっちょんこと小枝美智子さんに登場していただきます。マグジョとしての活動はもちろん、彼女自身ですね、これまでもいろいろなキャリアで青森の魅力を発信伝えている方なんですね。ぜひそんな活動や思いをお聞きしたいと思います。インタビュアーはラブ青森リーダーのひでっちこと小笠原秀樹さんです。それではどうぞ。小枝さんとのつながりというのは、私個人的にはね、ずっと津軽鉄道のさまざまなご案内をしたりと、はい、アテンダントの活動のちょうどね、はい、紹介もしていただきますけれども、はい、そこでの接点もありましたが、そうです、先月行われたね、はい、オンライン青森冬景色ということで、うん、はい、ここではね、マグジョの皆さんね、いろいろと、はい、活躍していただきました。はい、リレーしましたね。はい、非常に私もね見ていてね楽しませていただきました。はい、ありがとうございます。はい、まずインターネットでね、お聞きの方にとってもね、はい、マグロ女子会って何よっていうところがあると思うので、うんうん、まずその津軽海峡マグロ女子会についてお話ししていただけますか。はい、津軽海峡マグロ女子会は道南と青森県に生息する元気な女性たちの集まりなんですけど、簡単に言うとマグロのように回遊して泳ぎ続けていないと死んでしまうという元気な女性たちの集まり、今
現在道南と青森県で100人ぐらいいるんですよね、メンバーが、そう、もうどん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 増えていってます。あらららら、はい、すごいですね。そこでのコアメンバーの一人がまさにあのミッチョンです、はい、そうですね。ようやくちゃんと活動できるようになりましたやはりそのようやく活動というかですね、はい、まあ、その前にいろいろと観光に携わるということでの、はい、津軽、正確には最初は奥津軽トレインアテンダントということで、はい、ちょっと事前の情報では、はい、そこでの活動で津軽鉄道の実際に乗って観光案内をするということを、はい、しばらく活動されていたわけですよね。そうですね、トータルで私は10年やってたんですけど。あ、10年もね、はい、10年、一昔、はい、二昔かよく分からないですけど、よく言いますけど、はい、実際にこう、うん、思い出であったりとかご苦労されたことっていうのはあります？はい、最初スタートした時って本当に何も決まってなくてですね、うん、ただ単に津軽鉄道車内で観光案内をするっていう募集内容でみんな集まって、もうどういうふうにご案内するからアナウンスの内容をどうするっていう、もう本当に一から全部決めていったのがまあ一番大変だったなっていう思い出ですかね。うん、楽しかったですけどまあでもそもそもっていうか、はい、津軽鉄道は私もまあ、東京に行った時期もあって、結構全国にニュースになるというか、はい、話題になることが節々にあって、うん、節目にあってね、はい、例えば本当に、スズムシ列車であったりとか、冬場はね、はい、ストーブ列車でね、うん、イカを焼いてそのかまりがすごいというね、うん、匂いがすごいとかね、はい、まあ、いろいろあったりと、本当に風景その、うん、区切り区切りでいろいろな催しがあるので、はい、まあ、ようやくこの季節がこう変わり目なんだなと思ったりとか、うんうん、結構全国でも、ね、話題になる、ね、そうですね、列車だったというか鉄道なんです、はい、そうですね、私知らない時に関東とか県外に住んでる友達からニュースで見たよっていう連絡が来たりしてて、なんかあったっけなって思うとストーブ列車のスタートだったとかありますね、うんね、そういう感じですからね、はい、そういう津軽鉄道の中で、まあ、まさにマニュアルにない、ね、うん、はい、ただただ観光案内っていうことになると、ね、チラシリフレットを配り、うん、ね、ただただ説明するだけではなく、こう会話をしながら、はい、それもね方言でっていう、うん、だんだん私もなまってきますけど、方言です、なまってくださいなまってくるわけですけど方言ですよね、はいはい、うん、そうですね、うん、最初に実はアナウンス研修ってあったんですよ、うん、で綺麗な標準語でみんなで喋る練習も実はしたんですけど、うん、もうみんな打ちひしがれて綺麗な言葉で喋れないと、うん、でいろいろこう話し合ってる中で、うん、いやそもそも県外の方たちがその私たちに綺麗な言葉を求めているのかという話になって、その言葉自体も文化だし、その土地ならではのものだから、それを前面に出すべきだよねっていう結論に至りました。いや、それは素晴らしい決断だと思いますね。正しいと思いますね。はい、まあ、もし津軽鉄道がね、ずっとこう伸びてね、東京まで行ってるってことであれば、はい、また話は違うんでしょうけど、そうですね、あくまでもね、はい。エリア限られてるじゃないですかね。そうですね、うん、もう喜んでもらえてたのが実感としてあるので、うん、選択は正しかったなと、うん、思ってます。やっぱり雰囲気をね楽しみたいっていう人たちが、はい、やっぱり観光に来るとね、やっぱりこう俗世間ってわけではないけれど、はい、やっぱりこう東京都会にいるとね、本当にこう、うん、スピード感とか、そういったものがこうね、動きが早いじゃないですか、うん、そして人が多くて、うん、まあ、そういった中で地方に来ると本当にこう空間というか、まあ、田んぼの中を走る津軽鉄道ですから、はい、うん、その自然であったりとかこの空間とその癒し、よくある癒しですよね、うん、それを楽しむっていうのがあって、うん、小枝さん自身も青森、はい、その津軽、弘前がご出身で今も在住ですけれども、はいはい、青森戻ってきてっていうことなので違いが分かるんじゃないですか。
そうですね、もう東京に出た頃、若い頃はただただ田舎から出たいっていう思いがあったんですけど、うん、一度外に出たからこそ、その今まで当たり前だと思ってたものがもう他にはないものなんだなっていうのがよく分かって、何気ない田んぼの風景とかもういちいち感動してました、帰ってきたらそうだね、だから、はい、住んでいた時に子供の頃っていうのは、はい、そういったところに関心が向かないからかもしれないけれど、なんだろう、やっぱりそのただただ流れていくのは当たり前だと思ってるから、はい、何の関心というか、そうなんですよね、大切とも思わないんだけれども、はい、ああやっぱりいいなって感じるんだよね、うん、思いますよね、本当にそう思います、はい、はい、まあそしてで、それから観光アテンダント、はい、そのトレインアテンダントから今度はね、うん、観光アテンダント津軽半島ということでエリアが広がりということの活動がどんどん、はい、まあ、広がっていくわけで、それがもう、はい、津軽鉄道だけじゃなくまさに津軽半島、はい、津軽一円っていうことになって、うん、結構そうなると、はい、津軽鉄道のことだけではなく、うん、五所川原金木だけでなくっていうような話になるじゃないですか、はい、やっぱりそこで発見したことも多かったんじゃないですか。ありました、人の、ま、住んでる人たちの特徴とかもそうだし、あと津軽半島で同じ津軽弁喋ってるのに、うん、地域が変わるとまだちょこっとこう言葉が違ってたり、うん、そんないろんな発見がねありましたね、うんうん、はい、まあいろいろな、ね、発見と、はい、そして、うん、今度はその津軽海、津軽半島、津軽海峡マグロ女子会ですね、はい、津軽海峡マグロ女子会に加わってということで、はい、その中でいろいろな、ね、はい、催しをやられたと思うんですけど、どうですか、はい、いろんなこの催しをしながら、はい、すごく思い出深いことであったりとか、これ楽しかったなっていうこととか、はいはい、どうですか。それこそ津軽海峡マグロ女子会ってその北海道新幹線開業を見据えてこうスタートしたグループなんですけど、青森から上げた花火は北海道でも見えるのかっていう取り組みをしたことがあって、それは実は私業務があって行けなかったんですけど、うん、後からメンバーから映像を見せてもらったり話聞いたりしてて、いやー参加したかったなっていうのがありますね、うん、ちゃんと見えたって言ってました、うんうん、そうですよね、タッピ岬とそして、はい、道南側の、向こうは、その地区とのこう距離ってすごく短いじゃないですか。なので、そうですね、天気がいいと、はい、北海道側が見えるんですよね、土地がね、はい、もうびっくりですよね、うん、なんかもう多分もう感動で泣いたってみんな言ってたんですよそうだろうなと思って、うん、ね、だからなんかこう達成感とともになんかこうまあおそらく見えるだろうとは予見はしてても、はい、実際に見えるとその感動ってものすごいじゃないですかね、うん、そうですね、その時もオンラインでつないでたらしいです、テレビ電話で北海道側と、はい、見えた見えたとかってやってたらしくてねえ、いや、はい、まさに今コロナ禍でいろんなオンラインの観光とか、うん、はい、先ほどもね、オンラインの冬景色ってやってましたけど、はい、まあ、まさにその夏祭りであったりとか、うん、いろんなこうオンライン観光っていう部分の、うんうん、今本当にコロナ禍だから当たり前のようになりつつあるんですけど、はい、当時にしてみれば今のテレビ電話って言われて、はあ、見えた見えたっていうのは同時にこう、ね、体験するっていうのは、はい、うん、貴重な経験ですよね。そうですね、本当に、今その冬景色のねオンラインの話をしましたけれども、はい、実際にそのオンラインの、はい、冬景色、参加してみて、うん、ご感想いかがでした、はい、いやいろんな人とつながれるんだなっていうのが一番の実感であって、うん、はい、実際その場所に行かなくても見られるとか、うん、あと普段入れないところを見られるっていうのはオンラインならではだなと思ったんですよね可能性を感じました、うん、そうですね、うん、はい、いろいろなね地点地点地点でね、はい、そうこんなことが繰り広げられるんだって。でも実はね、道南から青森県に先ほども1000人っていうお話、はい、ありました、メンバーの数、はい、100人、あ、100人ぐらい、うん、100人ぐらい、1000人ってとんでもなくない、や、桁が広がりましたよ、100人、ね、目標にします100人、100人、はい、
やっぱりこう、はい、それぞれの地点にいるってことになると、うん、まあ、それぞれの、ね、特色って当然あるわけで、ね、そうですね、はい、なのでうん、それぞれの地域でそれぞれのマグチョがいろんな活動してる、うん、面白いと面白いです、うん、はい、小枝さん自身がねこれからいろんなこう観光の取り組みであったりとか、はい、うん、まあ、ご自身の活動、まあ、ね、うん、今は本当に、そのマグロ女子会を、はい、また観光のお仕事もされているということなんですけども、うん、はい、そういった中でこういうことをやってみたいなとか、うん、あ、こういう可能性があるんじゃないかとかっていうのはどうですか、うん、はい、今回このコロナ禍のおかげでといいますか、オンラインを使っていろんなこう幅が広がる活動ができるなっていうのを実感してて、でただやっぱり直接会いたいよねっていうのもあるので、オフラインで実際リアルで集まれる人は集まって、でオンラインでも楽しめる人がいるっていう、そのハイブリッドなこうツアーみたいな、うん、そういう企画もやってみたいなと思ってます。我々がねここ行ってみたいなって思った時に、はい、まあ、下調べでもあるだろうし、うん、はい、まあ、本当は移動してね、うん、行くっていうのもあるんだけど、時間とかお金とかっていうことが、はい、まあ、なかなかね、うん、我々もコントロールしがたいそのコロナっていう状況なので、はい、うん、まずはまあね、行ってみるというか知ってみるっていうことから始まり、はい、うん、でいつかは行ってみたいと思う。そうです、ね、予習、予習、うん、そうそうそう、予習、なんか空想旅行とか私もともと好きなので、はい、その一環としてなんかオンラインのツアーってありだなと思ってこんな人に出会いますよとか、そうそうそう、うん、そうですね、マグロ女子会のメンバーというか、まあね、はい、設立者の一人でもあるね、うん、島さんね、下北の島さんが妄想旅行というかね、はい、まさに下北でいろんなところを、ね、見せて、うん、行こうっていうことをね言われていて、はい、ああ、うん、面白いなっていうかね、うん、ただにテレビの中継を見てるのとまた違うんだよね、そこが作られてないっていうか、うん、作られてないっていうか、作られてるんだけど、うん、その段取りにとらわれないっていう、ね、そうそうそう、しかもこう、チャットとかリアルタイムでこうやり取りもできるじゃないですかね、うん、はい、オンラインでつながってると、うん、それも面白いなと思いますよね。リアルな声がすぐ届く。うん、うん、そうですね、まあ、まさにその先ほどのマグロ女子会でのね、はい、花火が見えるかって、青森側のね、うん、花火が見えるかっていうような、うん、そういう話もそうですけど、はい、これからも、まあ、オンライン冬景色、うん、夏祭り、また、はい、メンバーの中ではね、これを、うん、また継続していく方向で話が、うん、進んでるようですけれども、うん、まあ、でも本当にこの夏祭りっていうものが、うん、まだちょっとね、この段階では我々も経験に、うん、ね、話できる段階ではないんですけれども、はい、特になかなかこの以前のようにはできない、うん、やったとしてもね、リアルでやったにしてもね、そうですね、うん、そういうことは予想されるのでね、そこをオンラインとどう組み合わせるかっていうことであったりとか、はい、きっかけをね、オンラインでこう上げるっていうのは、もしかしたら我々送り出す側でもこれ、はい、ね、自分が、うん、受けたら面白いなってことが、はい、今度は自分たち発信で提供できるのかなっていうこと、うんうん、そうですよね、話を聞きながら思っています、うん、はい、はい、小枝さんご自身はこの後のこう目標とか、はい、なんか夢とか、まあ、観光に関する、うん、仕事の話でもいいんですか、はい、はい、ですね、私最近五感で楽しむ旅とか、うん、そういうのにちょっと興味があって、うん、なのでいろんな方に楽しんでもらえるように、うん、手話を勉強し直そうかなと思ってて、し直すっていうのは以前に仕掛けた時がある、はい、専門学校の授業で週に何回だったかな、うん、授業があったんですよ、はい、手話ので、ある程度基本的なことは覚えてて、うん、で津軽鉄道にいた頃も接客で使う機会はあって、うん、でも忘れてる単語とかもあるし、はい、細かい説明ってなるとなかなか難しいので、はい、もう一回勉強してちょっと検定でも取ろうかなと思って、はい、います、はい、その手話の勉強っていうのは当時されてたのが、まあ、観光に向けての一つのカリキュラムだったですか、はい、そうですね、はい、本当にいろいろ空の世界を目指してたんですよ。ああ、そうですか、はい、なんか最近出てきたその、まあ、まさにこれもねキャビンアテンダントの話でもあるし、うん、最近ドラマだとエアガールって出てましたけど、はい、そうですね、そんな感じですね、はい、いや、でも本当にまさに
観光で来られる方っていうのは、いろいろなね、立場とか、いろんな、はい、まあ、障害であったりとか、そういう不自由される方も、はい、まあ、来られることも見込まれますからね、その人たちにどうやってこうイメージをさせるかっていうことですよね。まあ、言葉が持つやっぱり力っていうのも、はい、でも手話を介するってことはね、耳が不自由であるっていうことですから、はいはい、そこで言葉とそして視覚を持ってね、伝えるっていうのはすごく、はい、いい、なんかこう目標というかね、はい、思いました。はい、ありがとうございます。頑張ります。ということで、話は尽きないですけれども、まあ、ここまでということにしたいと思います、はい、またね、観光ね、盛り上げていく、はい、またラブ青森プロジェクトは本当にね、青森をこう、うん、まあ、物心ともにというかね、やっぱりこう盛り上げていきたいというごっちゃんの思いもありますし、はい、またその中でのさまざまな催しとか活動もありますので、はい、ね、また観光という、まあ、分野でね、みっちょんとはね、またつながって、はい、一緒に盛り上げていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、頑張るべし。頑張るべし。ということです。はい、やってみるべしってね、あの、実はキャッチフレーズだったわけです、ね。そうですね。はい、オンラインのね、祭りは。はい。はい、小枝美智子さん、みっちょんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。春本番に、ね、なっていきます。いろんなことをまたチャレンジしやすいというか、まあ、思いを新たにスタートする良い時期かと思います。あと1週間ね、4月を迎えるときに、まあ、どんな自分をイメージするか、ね、ぜひ一緒に考えてみませんか。ラブ青森プロジェクト隊長ごっちゃんこと後藤誠也でした。それでは番組はまた来月後半にお会いしましょう。それではまた。